ノリッチシティにレンタル移籍中のストライカー、ファンウィジョが元恋人との違法撮影で韓国から出場停止処分を受けた。現在31歳のファンウィジョは韓国の城南 FC でプロキャリアをスタートさせると、2017年には J リーグのガンバ大阪へ移籍。その後、ボルドーやノッティンガムフォレスト、オリンピアコス、FC ソウルなどを経由し、現在はノリッチでプレーしている。 そのビデオを SNS に投稿したことが疑われている。そういった状況もあり、今回の疑惑について警察による調査が行われるまでの間、ファンウィジョは代表チームから出場停止処分を受けたようだ。韓国サッカー協会はファンウィジョの出場停止処分について、私たちは事実関係について明確な結論が出るまで、ファンウィジョを代表に選出しないことを決定した、と声明を発表。 指揮官のユルゲン・クリンスマン監督も、私は現在の状況を十分に理解しており、韓国サッカー協会の決定を尊重するとコメントした。リーグ戦に限っては出場停止処分が下されていないが、年始にあるアジアカップの出場は微妙な状況となっている。